はい、水分も補給しました。これ石垣っすよね。今上ばっかり見てんだけど、別に何もないよな。道路っぽいのもないし、で私はこっちを進んでいかなきゃいけないんですけど、とりあえず進みますけどさ、上を確認しつつ、でも何もないですね、上も。電信柱跡みたいなやつもないし、一応車軸の跡みたいなやつがあるんで、昔のね、こういう水が流れた跡かもしれんけど、でも車軸の跡が水の流れた跡になっててずっと残ってるって可能性もあるっちゃあるよね。仕事考えないと。いろいろ無理だな。この辺はね。いけ。あれ、行き止まりか。この辺はね。道がないよ。あれ、どうしよう。あれ、どうしよう。あ、こっちか。あ、これだな。こっちか。どこ行くか。ちょっと待ってね。こっちが道なのね。よいしょ。あ、そうだね、こっちだね。本当？ちょっと待って、結構迷ってるよ。あの上まで登るか、一回。ここの斜面を行くのはちょっと危ないね。ちょっと登ろう。ちょっと切ります。登りました。結構過酷だった。久しぶりの過酷。四つん這いにならないと全然ね、登れない。あとは道を見つけるだけ。そうな、いで、遭難してんじゃん。何でもいいわ、もう道。どっか探す。さすがに人工物がないね。ここまで来ちゃうと。あれ？あ、いた。いけって。ねえな。どうしたもんかな。戻るってさって、もう戻り方わかんねえぞ。
マジでガードレールないよ。合ってんのこれ。いやだがね、中洲でしたっていうのが一番最悪な落ちだからね。そうなの。中洲でしたのフラグは回収したくないです。やめてほしいです。マジかよ。回収しちゃったっぽいっすね。見えます？ほら。あそこ湖が見えます。ということはこのまま下っていってもダメってことなんだ。向こうも当たんないと。向こう。行けるか。とりあえず獣道を頼りに降りるしかないよね。あのこれぞ遭難だからね。なんか書いてあるよ。あ、いてて。道路境界って書いてあります。道路の境界線らしいですね。で、道路なんだここ。じゃあここずっと行きゃいいんだ。これに道路？ちょっと一回ちょこっと見るか。え、この下が道路？あ、この下道路かな？違うかな？見えないんですけど。川の可能性あるよな、下。上行くか。下行って川だったら最悪なんで、ここは無難に上から行きましょう。うん、上から見た方が分かりやすいからね、道ね。遭難したら上に行けだからね。よし、もう気を切っている人の方に行こう。あ、違う、ガードレールあるよ。よし、わかりますか、そこ。とりあえずそこに降りよう。電の子の後、電の子の音をさ、あぶね、ナイスだな。イエー降りれない。
ょっとオリーブ食べに切ります。落ちてきました。こっちかな。どこだ。なんかこすった。見ちゃうな。いやいや、車が入れるってことは迷わないで済んだ。帰ろう帰ろう。もう1時間もさまよったわ。あ、ないですわ。探検コースは無理に行くとやばいです。本当にやばいです。川ジャンプしないといけないし、山はねえし、山じゃない、道はねえしさ。他の散策路はこんな風に、ね、なんか木を伐採してる音が聞こえるんで、多分定期的に管理されてるんでしょうけど、探検コースは無理、あれ、されてないですよね。間違いないですよね。いや、マジで本当に、どうしようかなと思ったわ。ガードレール見えるのかなと思って、スタゴラ歩いてったらちょうど中洲でしたっていう場所、あれにはちょっと絶望感が地元でうち遭難するのかなと思I'm not afraid.
でなんでなんで人んちっぽいっすね。これはほっときましょうか。はい、ほっときましょう。人んちですね。